君に加え二刀流の大先輩ベーブ・ルース君も来てくれました。ナイス・トゥ・ミーチュー。さあ今日の大谷君はベーブ・ルース君以来の100年ぶりとなる本塁打トップで先発登板。3年ぶりの勝ち星を目指した試合、打って投げてすごかったんです。2番ピッチャーのリアル二刀流で出場の大谷翔平。1回、まずはバッターとしての第1打席、フォアボールで出塁します。その後2塁へと進んだ大谷、ライトへのヒットで3塁を回った。迷いのない走塁で先制のホームを踏みます。その裏、休む間もなくマウンドへ。先頭バッターに対し打ち取った当たりもサードがセカンド寄りのシフトを敷いていたため内野安打に。その後フォアボールを出しランナー二塁一塁。ここで4番ローに逆転のスリーランを打たれると、この後さらに1点を許し初回から4点を失います。直後の2回表、ランナーを2人置いて大谷この日2度目の打席。ライト線への痛烈なタイムリーツーベース、自らのバットで2点を返します。Every time you think of Shohei Ohtani, you do have to think about Babe Ruth, how hard he hits a baseball. さらに、トラウトのこの打球で2塁から一気にホームへ。すぐさま同点に追いつきます。その後、チームが勝ち越して迎えた3回裏からは奪三振ショーの始まり。5番ガルシアから、この回2つ目の三振を奪うと、続く4回はスライダー。